こんにちは、キューブです。マクロス30銀河をつなぐ歌声よりデラックス超合金 YF30、 今回は後編です。前編では開封からファイターモード、そしてガウォークモードへの変形までを見ていきましたが、今回はスタンドの組み立てと続いてガウォークからバトロイドへの変形を中心に見ていきたいと思います。ではまずこちら、先にスタンドを組み立ててしまいましょう。後でバトロイドのポーズショットをやったりするときに絶対便利だと思いますからね。トレイに入っていた部品のうち、スタンドの組み立てに使うのはこちらの6パーツ。スタンド自体はこの2パーツだけで構成されているんですが、残りのこれら4つはそれぞれファイター、ガウォーク、バトロイドのどの形態でディスプレイするかによって付け替えて使います。ちなみに台座部分にはマクロスフロンティアから登場した民間軍事会社 SMS のエンブレムがデザインされています。マクロスフロンティア以降、バルキリーの主翼に描かれるような機体にあしらわれるエンブレムの類は主にこの SMS のロゴに変わりました。オールドファンからすると、いわゆる赤字に白抜きの統合軍マークっていうやつをつけてほしいってつい思ってしまうんですが、これは多分大人の事情っていうやつですね。ご存知の方も多いかもしれませんが、実はマクロスって権利関係が結構複雑で、著作権の所在をめぐって過去に何度も裁判沙汰になってるんですよね。なので、初代マクロスの衣装の一部である統合軍マークは使えなくはないんだと思いますけど、まあ揉め事になるのを避けるために積極的には使われなくなったっていうことなんじゃないかと思います。さて、ではスタンドをファイターモード用の形に組み立てていきましょう。支柱の位置は、こうですね。その上に、こちらの2つの支柱を、組み合わせてこういう形で装着。ファイターの方はこのようにランディングギアをしまった上でガンポッドを喧嘩させておいて、足と股関節ブロックに支柱をあてがう形でこんな感じですね。やっぱりスタンドがあるとこういう風に角度がついた状態で固定しておくことができて見栄えがしますね。ガウォークモードで飾る場合はまず支柱のファイターモード用の部分を外して、支柱自体の取り付け角度をこういう形に改めます。ガウォークの本体側にも腰関節の部分にこういったディスプレイ専用のパーツを取り付けます。前編の動画でご紹介したこのガウォーク用の姿勢保持パーツ、これと形はほとんど同じで取り付け方も全く同じなんですけど、こちらと違ってちゃんとスタンド用の取り付け穴が下に出ています。この2つはっきり言って本当にパーツの形がそっくりなんで、これ1個だけで姿勢の保持と台座取り付け用の支柱を兼ねてしまってもあまり文句は出なかったんじゃないかと思いますけど、ちゃんとこうやって少しでもディティールへの影響が少ないっていうパーツを別につけてるのはすごい配慮ですね。で、このジョイント部分にスタンドをこうですね。こんな感じになりますね。ちなみにスタンドの支柱はご覧のようにミサイルポッドを畳んだ状態のガウォークにもきちんと対応しています。ガウォークモードはファイター以上にスタンドの効果が絶大ですね。ちょっとこの中央の支柱部分が邪魔して腰を回転できる YF30 独特のギミックは動かなくなってしまうんですけど、その分手足が自由になるっていうメリットがめちゃくちゃでかいですね。前編の動画でお見せした通り、別にスタンドなしでも自立は全然できるんですけど、これバルキリーの特性としてどうしても機種周りにギミックが集中しているせいで前半分の方が重たいんですよね。なのでどうしても手足にアクションっぽい動きをつけ始めると自立が徐々に難しくなっていくんですけど、スタンドがあるとその部分が完全に自由になるのでそこはいいですね。ではいよいよ人型形態バトロイドモードへ変形させていきましょう。完成、 YF30 バトロイドモードです。ガウォークまでの変形プロセスではなりを潜めていた変態変形っぽさがいよいよ来たっていう感じですね。
バルキリーの変形が複雑なポイントって主に2つあって、1つは腕というか肩を外へ引き出す動きなんですが、この YF30 は最初から腕が外側にあるのでそのあたりはシンプルでした。でもう1つの複雑ポイントである股関節と機首を畳む動き、こっちの方はこの30もバルキリーらしい複雑さでしたね。バルキリーのファイターモードってご覧の通り前半分は細い機首しかないので、腕や胸なんかの上半身のボリュームと足のボリュームっていうバトロイドでは離れた位置にあるべきものが、こういう風に後ろ側でぴったりくっついて収納されているっていうのが基本の形です。なのでバトロイドへの変形というのは、くっついていた上半身と下半身がどう移動して離れた位置に収まるかがプロセスのメインだと言ってもいいんですが、この部分の変形パターンは大まかに分けると3つのタイプがあります。1つは足と股関節の方が移動して結果機首が下向きに収まるっていうタイプ。これは初代 VF1 と同じ最もオーソドックスなタイプで、他にも VF0、3000、5000、11、17、21あたりが該当します。4もギリギリこっちかもしれないですね。2つ目は足よりも上半身の方が大きく移動して結果機首が上向きに収まるタイプ。これはマクロスプラスの YF19 で初めて提案されたパターンで、マクロスフロンティアで活躍した VF25、27、それから YF29 の系列もこちらのパターンでした。3つ目はどちらでもない変態変形をこなすタイプで、主翼が胸になる VF9 とか機首が頭になる14とか、まあそういうやつですね。まあこのタイプは今回ちょっと置いておきます。で今回の YF30 がどれなのかというと、タイプ2、上半身の方が移動するタイプの変形のアレンジですね。ただそのアレンジの度合いがだいぶすごいので、機首ブロックはもはや上向きに収まっているわけではないです。19と25と30の変形は大まかに言うと、上半身が機首の上にかぶさるときどのくらい機首側を巻き込んでいるかが違っています。ちょっと具体的にやってみましょう。まず YF19 とかは機首の先をこうやって90度折るだけで、上半身は真上にかぶさるだけっていう変形ですね。これが25になると巻き込み具合がさらに1段進んで、機首の先を90度ではなく180度畳んだ上で、上半身はこの機首より前に出て前傾するような形になります。30はこの25のパターンをさらに進めた形で、この機首ブロック自体をもう1段こう巻き込んで、こうですね。でもこの複雑な動きを実現するために YF30 はすごいことをしてて、25の変形でもやってるこのストレーキの部分だけが機首から分かれて変形シャフトになるっていうこの動き、この動きがなんともう一箇所で行われていて、しかもこの上の方のストレーキはさらに真ん中から2つに折るっていう、もう絶対に壊れるだろうって思えるような繊細な構造をしてます。なんですがこの超合金の YF30 はストレーキ周りが受けもヒンジも全て合金になっていて、驚いたことにこれだけデリケートな構造なのに脆い感じは全然ないです。というかですね、この辺のデリケートな金属部分の重くてぬるっとしてる感じの可動の感触はカメラ部品とかの手触りに近いですね。精度がもう玩具じゃないです。それにしてもなんというか、この本当に細い一つか二つのパーツだけで上半身と下半身がかろうじてつながっているこの際どい感じ、これでこそバルキリーですよね。 YF19 なんかは一見バトロイドの腰回り結構がっしりして見えますけど、実はあれ上半身と下半身が背骨と腰の後ろ側をつなぐほんの小さなヒンジ1個でつながってるだけなんですよね。そして元祖の VF1 に至っては際どいどころか、実はあれ設定だと足つながってないんですよね。 VF1 の足はこういう風に股関節ブロックで本体とつながっていたりしないで、本体側からアームで機首の横へ運ばれて、足と機首がつながって股関節が形成された時点で、今度はアームの方が足から外れて本体側へ再び戻るっていう、間接的ながら一回外れて別の場所に付け直される構造になっています。今は亡きホビーメーカーのヤマトが編み出した最初から T 字につながった状態の股関節を丸ごと機首側へ移動させるっていう方向があまりにも見事だったせいで、近年発売される変形する VF1 は大体その方式なんですけど、実は厳密に言うとこれは本当の設定とは違っています。本当に当初設定通りの受け渡しによる付け直し変形を完全に再現した VF1 はマスプロホビーとしては史上たった一つ、去年出たバンダイの72分の1プラモデルの VF1 だけですね。でもこれそのギミックの再現はすごかったんですけど、基本的な姿勢保持のための機構がちょっと甘すぎてあんまり評価高くなかったんですよね。ちなみにこの VF30 には変形の途中でこういう風に股関節の幅を広げるっていうプロセスがあるんですけど、これはうまく動かせば特に使わずに変形できるんじゃないかと思いますね。おそらくこれ腰ブロックと足が平行の角度になった状態でストレーキのパーツを回そうとした時に干渉して当たってしまうのを防ぐためについてる構造なんじゃないかと思いますけど、よく理解してこういう角度にしてからストレーキを通らせるようにすれば、まあ本当はいらないプロセスなんじゃないかと思います。
というか、ただでさえデリケートなバルキリーの股関節のこんな接続ポイントのど真ん中に横向きにスライドするっていう構造を入れるのはものすごい設計大変だったんじゃないかと思いますけど、不安定感も特になく実によくできてると思います。これはすごいですね。いや、すごくいいですね。あれだけ複雑な変形をこなすのに、バルキリーらしい割とつるっとした人型。マクロスフロンティアで VF25 のデザインが最初に発表された時、バトロイドのプロポーションが完全に巨大ロボからキャラクターっていう文脈の体型にシフトしてて、個人的に新世代に突入したんだなっていう考えを覚えましたけど、この YF30 も基本そういうキャラっぽい体型を引き継いでるっていう印象ですね。中でもこの足のなんというか手作画で生じる丸みを思わせるような優美なラインが YF30 の特徴だと思います。あと真横から見るとわかるんですが、先ほどもご説明したコクピットブロックのしまわれ方、バトロイドでもご覧の通り完全にコクピットが水平にレイアウトされていて、3つ全ての形態で操縦席の座角が同じっていう VF4 以来の合理的な構造になっています。ただ複雑な変形をするだけじゃなくて、こういう風に細かいこだわりが入れてあるの痺れますね。ちなみにガウォークと同様、こちらのバトロイドにも姿勢保持用のパーツが一応付属します。背後のこの機首が蛇腹状に折りたたまれているあたりが開いてしまわないように束ねるものを取り付けるニュアンスですね。こんな感じになります。まあ言われないとどこについてるかわからないぐらい、ほとんど外見に影響はないですね。ただこの姿勢保持パーツ、正直別にいらないですね。ガウォークの時はまあ相当後ろが大きく張り出していたんで、多少は後ろに何かついていた方が安定する感じもあったんですけど、今回のこのバトロイドに関しては本当になくても差がわからないです。まあ確かに肩だけを持って持ち上げたりすると少しこうやって開き気味になるっていうようなところもあるんですけど、普通にこうやって胴体やあるいは足を持って取り回す分には全く不安定感はないです。顔のアップです。正面からだとオーソドックスなヒーロー顔というかバルキリー顔に見えますけど、こうやって回してみると実は結構面白い形をしてますね。ちなみに前編の動画でも触れましたが、アンテナ部分はもう一組硬質素材で作られた予備パーツが存在します。標準で付いている方のアンテナはご覧の通り軟質パーツ、付属品の方だけが硬質パーツっていうのはガンダム系の変形できる完成品とかでよく見かける仕様ですね。ただですね、先ほどの変形プロセスをご覧になってお分かりかもしれないんですが、機首の後ろ側に当たるこの辺りの変形はかなりデリケートで、頭部のアンテナも収納が結構タイトなんですよね。なので硬質パーツを付けたままでも変形は可能なんですけど、完全に破損やスレを防いだ状態で変形させるのは結構難度が高いかもしれないです。まあでも自分は全然このアンテナでも気にならないので、軟質素材の方をつけっぱなしにしてますけどね。背面に来るミサイルポッドはガウォークの時のように完全にファイターと同じ位置まで畳んでおくことはできないんですが、このぐらいの位置まで下げて正面から見た時目立たないようにすることはできます。完全に真正面の高さから見るとこのぐらいの感じですね。デルタの VF31 の設定画なんかはこの畳み方になってますね。ちなみに前編の動画でもご紹介したこの4種類の手首、指可動、武器保持、握り拳、平手の4種類は全てこのバトロイドでも当然ながらつけておくことができます。ただですね、一見このファイターの収納を設定通りにするためだけにつけられているかのような平手、これにはバトロイドで重要な使い道があって、ご覧ください、これですね。バトロイドによる敬礼、これができるんですよね。これはポイント高いですよね。ちなみに胸と頭についているこの青いクリスタル状のディティール、これがいわゆるフォールドクォーツですね。フォールドクォーツというのはかつて始祖文明種族プロトカルチャーだけが作ることができたと言われる重量子変換物質、これがあるとフォールド断層を時間差なしで超えることができるっていう夢の物質なんですけど、マクロスフロンティアで描かれた2050年代でも人工的に作ることはまだ無理で、バジュラの体内から採集するしかないっていう超貴重品ですね。マクロスの世界にはフォールドっていう SF でいうワープに相当する技術があって、銀河規模で人類が栄えていられるのはこの技術のおかげなんですけど、年表の2040年代くらいにこのフォールドはどこへでも行ける万能のワープ技術ではないっていうことが分かってくるんですよね。フォールドというのはフォールド空間っていう通常空間とちょっとだけ位相がずれた空間へ入ることで現実の距離をショートカットするっていう技術なんですが、実はこのフォールド空間にはフォールド断層と呼ばれる次元断層がちょうど目に見えない山脈のように地形をなしていて、これを飛び越えてフォールドすることはできないんですよね。まあ厳密に言うとマクロス級とかの頑丈で高出力の大型艦なら通り抜けること自体はできるんですけど、通常空間を進むより長い時間がかかってしまうのでショートカットにならないんですよね。このフォールド断層を時間差なしで超えることができる次世代のフォールド技術の研究が銀河中で盛んに進められていて、その鍵がマクロスフロンティアに登場した適正生物バジュラの体内から見つかったこのフォールドクォーツなんですよね。バジュラは一見ただのでっかい虫なんですが、撃ち落として解剖してみたらなんと脳がなくて、代わりにこのフォールドクォーツが体内から見つかったんですよね。
脳を持たないこのバジュラは実は知能がないどころかフォールドクォーツとある種の体内細菌を使って全銀河規模のフォールド通信で群れ全体が同じ意識を共有しているっていう驚くべき思考プロセスを持った生き物で、しかもこのバジュラがその時行うフォールド通信はフォールド断層の影響を受けないっていう通信でした。つまりバジュラは人類がまさに血眼で開発を競っている次世代フォールド技術を身体機能としてもともと持っているっていう生き物だったんですよね。おかげでバジュラに遭遇してそのことに気がついた一部の先端の幹部たちの間に汚職や腐敗が蔓延してしまって、市民や軍部に知能が低いと嘘をついてずっと殲滅戦をやらせ続けていたんですよね。その結果、実際には高い知能を持っているバジュラたちは人間側が繰り出す攻撃に次々適応してしまって、みるみる戦局は悪化、最終的に全面戦争にまでなってしまって、あらゆる人がひどい目に遭ったっていうのがマクロスフロンティアの背景でした。で、この時の体験で腐敗体質にほとほと嫌気がさした SMS のオーナーリチャード・ビルラーはフォールドクォーツの活用に関する技術開発を統合軍と共同でやることをやめてしまって、辺境のリゾート惑星ウロボロスでこっそり独自に進めることにしました。実はリチャード・ビルラーは小型機でフォールド断層を突破できるだけの次世代技術を水面下でほとんど確立していたんですけど、新統合政府のうぞうむぞうにそのことに気づかれないように、その試作機である次世代フォールド突入艇の建造を新型バルキリーの開発プロジェクトであると偽って進めていました。その機体名が YF30。 そうなんです、実はこの YF30 は本来はバルキリーとして開発されたわけじゃなくて、断層を単独で突破するための次世代型フォールド突入艇っていうのが真の姿なんですよね。フォールド断層を時間差なしで突破するっていうことは、言ってみれば距離だけではなく時間そのものをショートカットするっていうことなので、この30のペットネームはギリシャ語で時間を意味するクロノス。そんなクロノスが開発されていた星ウロボロスをめぐる大事件が描かれているのがこちら、プレイステーション3用のマクロス30です。惑星ウロボロスは地球型の環境を備えた人間の居住に最適と言ってもいい貴重な惑星なんですけど、ウロボロスオーロラというこの星独特の天文現象のせいで1年のうち何ヶ月も星の外周にフォールド断層が発生して、フォールドでは行き来できなくなるっていう特徴があるせいで、不便すぎてリゾートぐらいしか使い道がない田舎惑星っていう扱いになっちゃってる星なんですよね。主人公のリオン榊も当初届け物だけの任務のはずが、そのオーロラのせいで帰れなくなってしまって、届け先だった遺跡保全会社みたいなところに厄介になることになるんですが、そこで受け負った仕事の最中にプロトカルチャーの遺跡を見つけてしまって、その遺跡を紐解いていくうちに、実はウロボロスオーロラというのは自然現象ではないらしいっていうことが分かってくるんですよね。しかもそのプロトカルチャー遺跡の奥で生きた少女が遺跡の心臓部に格納されているのを発見してしまって、遺跡の性質を考えると史上初の生きたままのプロトカルチャー本人とのコンタクトなんじゃないかっていう話になって、周りが大騒ぎになるっていうのがマクロス30の導入部です。しかもマクロス30の面白いところは、フォールド断層が発生させる時間差によって違う時代に活躍したはずの主人公やヒロインたちが一堂に会するようになってしまうっていうのを描いてるところですね。パッケージイラストにも書いてありますけど、もう20年近く前になるファイヤーボンバーのミレーヌジーナスとか、なんと初代のリン・ミンメイまでもがクライマックスにフルボイスでちゃんと登場するっていうのが熱いですね。ではバトロイドの稼働を見ていきましょう。というかバルキリーはもう見ての通り全身が関節の塊なので非常に稼働は優秀です。まず頭部の稼働、ここからもうすごいんですけど、首はなんと30関節になっていて、一番上がボールジョイントなので横の角度も上下の角度もめちゃくちゃ柔軟につきます。さらに言うと前後の座りの位置まで調整できますね。肩も非常に柔軟です。まず肩の内側にボールジョイントのシャフトがあって、この肩ブロックのすぐ下も動くので、垂直にも水平にも前後にもスイングします。しかも変形関節を外してしまうと肩ブロックを前に向けたままでこんなに腕を上げることもできますね。あとこの部分で縦ロール、肘関節は標準だと90度より少し深いぐらいまでしか曲がらないんですが、実はこの部分こういう風に一段引き出せるようになっていて、引き出した内部も合わせると二重関節になっているので、こういう風に180度近く曲げることができます。こんな風に腕を体に寄せてぴったりまっすぐに折って船内式敬礼みたいなポーズもできますね。これはすごい。手首の可動は付け替え部分がボールジョイントになっているので、前編の動画でもご紹介しましたが柔軟に動きます。指可動手首を使用した場合には指にも可動がついていて、まず親指の付け根がボールジョイントでこういった形に可動、残りの4本は3本の部分と人差し指の部分とが別々に可動します。指の形はこういう風に曲げた状態で固定されていて、平手のように完全に伸ばすことはできないですね。次に胴体なんですが、これがすごい。ガウォークの時に上半分を回すことができたこのジョイントによって、なんと360度
回すことができます。機種の部分をこんな風に水平になるほど複雑に畳んでいるもう一つの大きな理由がこれですね。腰の部分が25みたいに折り返しがないので完全に一軸になっていて360度回すことができます。腰が360度回るバルキリーっていうのはおそらく史上初ですね。股関節の付け根はボールジョイント。さすがにデザイン上の問題もあって水平までは開かないんですが、うまく逃がせばこのぐらいまでは開けるので十分なんじゃないかと思います。当然垂直方向には180度稼働、あと縦ロール、膝は標準だと90度くらいまでしか曲がらないんですが、この部分もガウォークの時に使っていた機構をこうやって伸ばしてやるとかなり深くまで曲がりますね。足首もガウォークのためもあってめちゃくちゃ柔軟で、まず前と後ろが変形の恩恵で独立して動くほか、足首の付け根自体も前後に角度がつくようになっていて、さらにその付け根のすぐ下にボールジョイントがあって横の角度もつきます。結構このぐらいまで開いても追従しますね。あとこの足首部分はこの足の底やこの足首の上の方に至るまで大半のフレームが金属でできているので、足首ユニット全体が相当重たいんですよね。なのでご覧の通り横からボリュームだけ見るとかなり上半身に集中していてトップヘビーなんですけど、重心は完全に下にあります。なので設置はすごく安定しています。当然ながらこのハイブのミサイルポットはバトロイドモードでも展開することができます。こうやって全部開くとなんというかフルバーストモードみたいになってロマンがあっていいですね。ちなみにこちらのスタンドは人型であるこのバトロイドモードにも対応しています。まあバトロイドでも空は飛べるので空中ポーズ取らせたいというニーズはありますしね。バトロイド用の台座取り付けパーツは2つの部品からなる結構大きめのもので、先ほどの姿勢保持パーツと取り付け方は同じです。そのパーツの底の部分をガウォークと同じ形に立てた台座に取り付けてこうですね。というわけでポーズをつけるとこんな感じ。あるいはこんな感じ。可動が相当優秀なんでこんな感じの結構泥臭いポーズもいけますね。大きさですが12分の1のネゴシエーターと並べておいてみるとこんな感じ。だいたい2倍ぐらいですけど、結構このミサイルポットが高さを稼いでいるので頭の高さで比べると2倍まではいかないですね。まあだいたい戦隊ロボと同じぐらいですかね。気持ち頭の高さはこちらの方が低いですけど、このミサイルポットあたりまで含めると全体のボリューム感はほぼ同じだと思います。それにしても戦隊ロボの中でも手足の構造が極端にシンプルなこういう特急ジャーのロボと並べたりするとプロポーションの人間らしさみたいなものがあまりに違っていてなんか面白いですね。ただこれは単純に商品のグレードの違いっていう点だけから来る差ではなくて、こちらはあくまで巨大感を演出する巨大ロボっていうニュアンスであるのに対して、こっちはかなりキャラに寄せたプロポーションになってるっていうところから来る違いでもあると思います。チャンネルキューブならではの比較としてトランスフォーマーレジェンズのリーダークラスジェットファイヤーと並べてみるとこんな感じ。傑作玩具だった初代のタカトク VF1 から全く別のそれぞれの経緯で30年の進化を重ねてきたアイテム同士。まあこの2つ値段が3倍も違うんで精密さで比べちゃうとちょっと酷なんですけど、どちらのアイテムも初代の VF1 と比べてプロポーションギミックとも格段の進化を遂げていて、こうやって並べると感慨深いですね。いやー今回のデラックス超合金 YF30 個人的にほとんど文句のつけどころがない素晴らしい完成度だと思います。これほど複雑で精密な変形をする物体に対していじりにくいっていう印象が残らないのは本当にすごいと思います。なんというかですね、配慮が行き届いててこれうまい構造だなって思うような箇所が一箇所じゃなくて全体のいろんなところにあるんですよね。本当にこれは山のような数の厳しい要望やクレームによって磨き抜かれたっていう印象を感じますね。本当にもう危機迫るっていう言い方をしても過言ではないようなすごい洗練度だと思います。この YF30 はネットの写真レビューサイトなんかを覗いてみると超合金バルキリーシリーズの集大成の出来栄えなんて言ってる声も時々見かけて、正直期待のハードルがだいぶ上がってたんですけど一切裏切られることはありませんでした。というかこの品質が今後ずっと基準にされていくんだとしたらバンダイさぞ大変だろうなって心配にすらなってくるクオリティですね。
この YF30 がベースの VF31 ジークフリードも今から超合金の発売が楽しみです。というかチャンネルキューブではいつもトランスフォーマーを中心にレビューをやってますけど、バルキリーの生みの親であるビジョンクリエイターの川森昌司さんってトランスフォーマーともめちゃくちゃ関係深いですからね。川森さんはトランスフォーマーの前身となったダイアクロンブランドのデザイナーの一人ですし、トランスフォーマー誕生後もマスターピーススタースクリームでアドバイザーを務められたり、今なお関わりが深い人物。トランスフォーマーの方でもまた何か面白いコラボがあるといいですね。以上、マクロス30銀河をつなぐ歌声よりデラックス超合金 YF30 のレビュー後編いかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。今回の YF30 のレビューでは品物自体のレビューを超えてマクロスに関するいろんな話を交えてご紹介してきましたが、ここまでのレビューで全く触れてこなかった要素の一つが歌ですね。初代のリン・ミンメイから最新デルタの歌姫フレイヤ・ビヨンまで、マクロスにはアニメの劇版という枠を超えた無数の名曲が存在します。でですね、今もう11月の中盤を回って間もなく年の瀬っていう季節ですが、これからの季節によく似合うマクロスソングとして自分がおすすめしたいのはマクロスフロンティアの時に出たアルバムコズミックキューンですね。マクロスフロンティアのボーカル曲って割とドッグファイトのシーンでかかると似合うようなテンポの速い曲が多いんですけど、このコズミックキューンは珍しく全体がミディアムからバラードくらいの曲だけで構成されていて、しかもタイトルからだとあんまりわからないんですけど、半分以上の楽曲がクリスマスソングなんですよね。どの楽曲もすごいクオリティが高くて粒揃いで、はっきり言ってアニメの企画版としては100点と言ってもいいぐらいの出来なんですけど、このアルバムのすごくいいところはアルバム全体の曲順とか構成がすごくよくできてるんですよね。最近はもう楽曲のダウンロード販売がすっかり浸透して、音楽を買うときって1曲単位で買うっていうことが多くなってると思うんですけど、このコズミックキューンは自分が久々に曲順に聴いていくのがすごく楽しいなって思えるようないいアルバムでした。どの曲もすごい好きなんですけど、個人的にはアルバムの後半に入っているメリークリスマス Without You っていう歌がすごい好きですね。シェリルとランカがデュエットしてるだけじゃなくて、マクロスクォーターのクルー全員が歌ってるようなパーティーソングっぽい歌なんですけど、華やかでメジャーな曲調とは裏腹にタイトルがメリークリスマス Without You、 あなたのいないクリスマス。これ別に失恋ソングってわけじゃないんですよ。例えば片思いで思いが届かなかったりとか、遠距離恋愛でどうしてもクリスマスに会えなかったりとか、まあ失恋も少し含まれてるかもしれないですけど、このマクロス世界の銀河に溢れている大切な人のそばにいられないクリスマスの日を歌った曲なんですよね。はっきり言って一歩間違えばわびしい印象になりかねないような題材なんですけど、歌詞の感じがマクロス独特の銀河とか宇宙っていうスケールでの描かれ方になっていて、いい具合にファンタジーになっていて華やかさが失われてないんですよね。マクロスっていう世界観に対する了解があってこそ成立する絶妙なラブソングになっていて、個人的にすごく好きな世界観を持った歌です。毎年クリスマスになるたんびにヘビロテで聴いてますね。最新作のマクロスデルタのボーカル曲はどんな世界観になるんでしょうね。まあ見た感じはこんな風にグループアイドルっぽくなってて、例えばアイドルマスターとかラブライブみたいな印象を感じますけど、男性キャラクターもこれだけいるので、ただそれだけじゃ終わらないと思います。どんな世界観になるのか今から楽しみですね。